レス腱を抜いて出しています。このアキレス腱ってなかなかこう表に出てこないんですけど、元から引っ張っているので、お鍋とかした時にはすごく口当たりが口の中に残らない筋が。たまに、はい、筋が残ってるままに使ったことが。それは抜いてないんです。もうほとんどのところは抜いてないです。それだけ手間、一手間をかけて。朝引きっていうと本当に今朝生きてるまで生きてた。そうです。じゃあ新鮮、鶏は新鮮が一番ですよね、はい、鶏肉使い忘れて冷蔵庫に入れてたら、うん、でもあのここの鶏だったら4日ぐらいは全然平気です。匂いも匂いもしないです。朝引きだから。あの75日間はそうですね、75日間。で今日、もう一つ宮古地鶏っていう地鶏も入ってるんですけれども、それは100日ぐらい経っている鶏。こっちはもう分かるようになっちゃいますね。75日と100日で味が違った。味が違うけど育て方も違うらしいんですけど、その専門家が今ちょっといないんですけれども、聞いた話では、あの飼育の仕方が違うので、あの美味しい旨味のある鶏になるんですけれども、この若鶏をそのまま置いちゃうと、ひねた鶏、ちょっと硬い鶏になるみたいです。